にゃーちゃん、にゃーちゃんは5人並んでなかなか大変なことになってます。デロデロに溶けててアルフォートの原型とどめてない。ファングーラオ通りからデタム通りに入ってすぐそこがバス乗り場です。ていうかもう来てるんですか？もしかしてこれですか？あのバスじゃないそうなのでもうちょっと待ちます。ちなみにバスの向こうのあのお店がさっきマッサージしてもらったところです。ほんとうまくて整骨院の先生かと思うぐらいツボをビシビシついていきました。出発予定の22時になったのですがまだ来ない。ちょっと遅れてるみたいです。ちなみに今2人の係員さんに聞きました。この絶対に乗り間違えたり遅れたりしたくないときは複数人に確認するようにしてます。まあ、適当言うっていう可能性もあるっちゃありますし、まあ、単純に勘違いとか聞き違いとかそういうこともありますから、はい、なので複数人にチェックっていうのは結構大事と思ってます。バス来ました。にゃちゃん行く人はとりあえずこれ乗るみたいです。予約したのは寝台バスのはずだからこれはバスターミナルへのシャトルバスだと思います。にゃちゃん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 おーにゃちゃんおーバス乗りました。やっぱり冷房強いので直ちに上着を羽織ります。22時15分デタム通りを出発です。10分ぐらいしたところでバスが止まりました。ここがバスターミナルには見えないけどでも大きなバスに乗り換えるんだと思います。パッと見たところベトナム人が多い感じがします。あんまり旅行者はこのバス使わないのかな。ニャチャン行きのバスもうちょっと待つみたいなのでこのタイミングでバインミー食べちゃうことにしました。中身はこんな感じで野菜とかハムみたいなのが入ってます。これすごく美味しいです。さすがあのベトナムで一番美味しいバインミーなんて話を聞いて買ったんですけど、いや本当にそうかもしれない。基本的には甘い味付けなんですけどいろんなものが混じっててすげえたくさん混じってんのにそれがねうまくまとまっててあすげえなっていう感じでございます。あのバスにゃちゃんって書いてあったから多分あれですね。で皆さん最初に荷物預けてますけど僕はこれだけなので席まで持ってっちゃうことにします。無事にニャちゃん行きのバス乗れましたが結構狭い。特に一番後ろは5人並んでなかなか大変なことになってます。はい、そんな感じでございます。多分寝ます。おやすみなさい。無職旅です。2020年1月19日にゃちゃん到着。はい、何ですか？あ、グラブね。はい、で僕ちょっとトイレ行ってきます。トイレ、ね、時刻は7時11分ホーチミンシティから9時間ぐらいで到着です。意外と早かった。トイレは有料で3000ドンです。唐突なんですけど朝のバスターミナルだから別の話しようと思ってんのに、あ、さっきの人ね、グラブね、え、はい、でもちょっと待ってよ、僕は動画を撮ってるんです。はい、で朝のバスターミナルの雰囲気好きなんです。まあああいう人も含めていいよ、ベトナム好きだよ。おもちゃ売ってるしね。いろいろ行き先とかあとバス会社でカウンターが分かれてます。頭がまだよく働いていないので甘いお菓子日本から持ってきたやつ食べます。あと靴下破けちゃったから履き替えなきゃ。で
デロデロに溶けてて、アルフォートの原型とどめてない。ところでこのバスターミナル郊外にあるから町までまだ7キロぐらいあるんですけど、とりあえずお菓子食べて休憩しようとか、自分の落ち着きっぷりがちょっとおかしくなってきた。ネットで予約したバスチケット、窓口で紙に書いてもらいました。19時にまたここ来なさいと。はい、これで一通りやること済んだから街に移動しよう。まだ街まで7キロぐらいあるし、さっきのグラブおじさんも多分仕事見つけてどっか行っちゃったし、さあどうしようかな。時刻は8時ちょうど。そろそろ街の方に移動します。で、あれがね、もしかしてレンタバイクじゃないかなと思って確認しに行くのです。違いますね、札ついてるし、駐車場ですねこれ。さてさて、どうやって街中に移動したらいいんじゃろうか。ナレーションと映してるものが関係ないけど、あ、そっか、さっきのおじさんグラブ見せてたし、うん、グラブ使ってみよう。グラブ使ってみました。ドライバーさんもう到着してるんですか？グラブの人すぐ来てくれました。よろしくお願いします。